アルミランテリン地球駆逐艦は、チリ海軍が第一次世界大戦前に建造した駆逐艦。なお、本級のネームシップの艦名は、太平洋戦争での英雄、パトリシオリンチ提督にちなむ。6隻が建造されたが、そのうち第一次世界大戦勃発時点で、チリに引き渡されていなかった4隻は、イギリス海軍が購入し、 フォークナー級共同駆逐艦として運用した。ユトランド沖海戦において一隻が撃沈されたものの、残る三隻は、大戦終結後の1920年に、チリ海軍に返還された。イギリス駆逐艦、ブルック・アルミランテリン地球駆逐艦は、第一次世界大戦の直前に、チリ海軍より発注を受けたイギリスで建造された、艦級である。旧来から、チリ海軍は、 イギリスの重要な顧客で、本級も1911年に6隻を J. サミュエル・ホワイトに建造依頼された。本級の設計は、同時期のイギリス海軍の駆逐艦に比べて極めて大型であり、J. サミュエル・ホワイトによる独自の設計であった。外見の特徴として4本煙突があり、1番煙突のみ、細く長いもので、2番から4番煙突はそれより、 短いが太い特色のある煙突配置であった。本級の武装は1 0 2トル砲が1から2門の時代に1 0 2トル砲を6門も装備する強力な砲撃力を持っていたことに特色がある。監視乾板に並列で1 0 2トル単装速射砲を2機2門、環境の両脇に1機ずつ、計2機2門、そして後部乾板上に後ろ向きに、 並列2機2門を装備していた。この配置により、前方方向に 10.2cm 砲4門後方に2門が試行ができ、火力的には一昔前の防護巡洋艦に劣らない大火力であった。魚雷発射艦は2番3番煙突と3番4番煙突の間に 53.3cm、連装魚雷発射艦を1機ずつ配置し、左右4門を試行できた。 なお、イギリス海軍に購入された4隻は、英国海軍式の武装が乗せられ、12センチメートル、単装速射砲2機を艦首と艦尾に1門ずつ配置し、10.2センチメートル砲2機を、左右減速に1機ずつ配置するイギリス海軍での、常識的な配置とされた。魚雷発射艦が、先の2隻を同じだが、棒ータのみ、単装魚雷発射艦を4機装備していた。 本級6隻のうち2隻は第一次世界大戦前にチリ海軍に売却され1945年に除籍されるまでチリ海軍で運用された。しかし残りの4隻は1914年にイギリス海軍により購入され既存の駆逐艦を率いる共同駆逐艦として第一次世界大戦の間にイギリス海軍で使用された。同大戦中一隻が失われたが 残りの3隻は1920年に地理海軍に返却された。しかし、対戦で著しく消耗した機関や老朽化した、船体は、先の2隻よりも先の1933年に廃棄された。1912年帰港、1913年春港、1945年除籍。1912年帰港、1913年春行。 1945年、除籍アルミランテ・シンプソンとして、寄港。1914年にギルス海軍が、ファークナーとして、購入。1920年に、チリ海軍が再購入し、アルミランテ・リベロスと命名し、収益。1933年に除籍アルミランテ・ゴニとして、寄港。1914年にギルス海軍が、ブルックとして、購入。 1920年に、チリ海軍が再購入し、アルミランテ・ウリーベと命名し、収益、1933年に除籍アルミランテ・ウィリアムズとして、寄港、1914年にイギリス海軍が、ボータとして、購入。1920年に、チリ海軍が再購入し、救命に服して、収益、1933年に除籍アルミランテ・リベロスとして、 気候、1914年イギリス海軍がティペラリーとして購入、1916年のユトランド沖海戦時に撃沈された。ありがとうございます。